はい。えー、LINE の方でご質問いただいたので回答していきたいと思います。えっ、ー、と、二つですかね。えー、激しい言葉をかけて相手の心が折れてしまった場合の二通りの話です。一、連絡が取り合えるが関係性が悪くなった場合。に連絡が来なくなってしまった場合、それぞれ吉谷さんはどう対処されていますかというところなんですけども、これは結論から言ってしまうと、あのー、なんだろうな。うんー 吉田さん、津波が来たらどう対処されますかみたいな。吉田さん、震度9、震度10の地震が来たらどう対処されますかみたいな。<laughs> わかります対処しようがないですね、これね。要はね、あのー、だから前も質問の時になんか言ったと思うんですけど、入り口ですよね。だから僕のお客さんのたまにいるんですけど、逆に怒ってくださいみたいな。活動がくださいみたいな。 活動がリクエストもらったりするんですよ。だから、まあ、そういうキャラクターだったりとか、かそういう、そういうのは、そういうのも含めて僕だよ、みたいな。っていうことをさい、最初の段階でやります。だ津波が来ないようにする。まあ、もちろん津波が来るかもわかんないんですけども、全員100%はないですよ。だけど、結構僕は最初の初期段階で、あのー、だいぶ濃くキャラクターをしていますので、 まあ、活動がくださいって言われる人ってあんまいないと思うんですよ。吉田さん、お叱りの動画くださいみたいな。だから一人に、活動がシリーズなんか、10本くらい作ったことあるんですけど、まド M なのか、わかんないですけどね。<laughs> そう。叱ってくださいみたいな。うん。で、まあ、このご質問の対応にはなってないと思うので、まあ、なんだ、連絡が問い合えるけど関係性が悪くなった場合。うーん、逆に <laughs>、 これないですね、多分僕。あの、僕、パターン一つしかないですよ。要は、もう連絡が来なくなるってことですね。む、向こうから離れる。だい、僕のことが好き。まあ、人間って感情あるので、吉谷さんのことが好きですってなったとしても、まあ、途中で嫌いになるパティもあるんですよ。嫌いになるパティも。それは、恋人とか恋愛関係とか結婚とかも全部そうだと思うんですけど、最初好きだったけど、近いを立てた。めちゃめちゃ好きでね、近いを立てたけれども、離婚。 が、離婚率が日本30%以上超えてんのかなめっちゃ好きで愛してますって神父さんに誓いを立てても感情が変わる考え方が変わる離婚30%以上です。だからもう100%は無理なんですよ。だからあのー、嫌いにだ、僕のことが好きで入ってきただけど途中で嫌いになってしまったじゃあ連絡が来なくなります。だ基本僕の場合は連絡が来なくなります。だから連絡をして、 取り続ける中でにはならないですね。うん。だから対処方法というか、対処しできない感じになりますね。連絡取れ、来なくなるので。<laughs> うん。ちょっと質問のね、あのー、すいません、ご返答にはなってないかもしれないですけど、だからいろいろ僕学んだことが結局、うーん、なんか僕スポーツやってたんですけども、あの、こんな教えを、 あの、教わったことがあるんですよ。どんな教えかっていうと、監督に怒られなくなるようじゃもう終わりだなっていうことを結構いろいろ教わったんですね。聞いてきたんですよ。要は、監督が怒ってくれるっていうことは気にかけてくれることだよと。それは、なんかその期待してるからだよ、みたいな。なんかそういうのあるんですよ。で、何もお前のこと気にしてなかったらもう何も怒んない,もないし何も言わないし何も言われないよと。 それは何も気にしてない、期待してないからだと。だから怒られるうちが花だぞ、みたいなね。これスポーツやってる人であるならば、一度は聞いたことあると思うんですけど、怒られるうちが花だぞ、みたいな。まあそういうのが僕結構、こう、スポーツずーっとスポーツもう十何年かやってきたので、そういうのが結構大会系で染みついてる部分もあるんで、うーん。なんか、うんこのその厳しい言葉をかけて、うーん。 相手の心が折れてしまうっていうことは、うん、まだその教育段階、教育、だそういうその、だすなんかそのなんやろ、嫌がらせで怒ってるわけじゃないじゃないですか、絶対に。ど,どうすか、コンサルしてて、<laughs> なんか嫌がらせで怒ってるわけをしないですよね、多分。その人のために必要だなと思う場合は、あの、アメとムチじゃないですけど、 やっぱ僕の場合は特にそのお金を稼ぐっていうところでやっぱりやらない人が多いんですよ。だからなんでやらない人が多いのかっていうと、うん、会社だとね、上司が怒るとか仕事ができなかったらなんかその罰があったりとかするじゃないですか。まあ、あと国のルールでも何かその罪を犯したら警察が捕まえるとかね。あとこう道路交通方法もなんか切符切られるとか。 覆面がいるとか。なんかその、一応監視かというか管理してくれる人がいるからできるっていうのがあるんですよね。嫌な仕事でも30年、40年続けられるのは、なんかその管理下に置かれてる部分があるっちゃあるんじゃないですか。なんで日本が平和なのか。ちゃんとそのルールを守る人もいるけど、うん、破ったらこんな罰あるねんっていうのもあるじゃないですか。うん、でもネットビジネス、ことネットビジネスだと、誰も、 管理してくれないし、誰も言ってくれないし、誰も怒ってくれないし、何もないんですよ。だから結局自分に甘えちゃう人はできないんですよね。結局自分との戦いなんで。だそれは結構言ったりしますよね。ダメな時はだ、それダメですよっていう。それじゃ稼げないですよっていう。うん、ネットビジネスで自分で稼ぎたいんだったら自分でそれを考えて自分でこう動いていかないといけないから、 そんなんじゃダメですよって強く言うことは結構あったりしますね。な、そういう事実なんで。<laughs> ね、それ、それが、うーなん、やろうな、うん。まあ、僕もね、まだそのコンサルそんなに何人もやってるわけじゃないですから、言葉足らずで、なんか罵倒されたとか、いや、嫌な気持ち。でも嫌な気持ちになることも大事だと思うんですよね。クソみたいな。まあ、一応スポーツ会計なんでね。ク <laughs> ソみたいなね。 なんかそういうのも大事だとは思うんですけどね。なんかコンサルっていうのはね、難しい。<laughs> めちゃ難しいっすね。僕やってみては、去年やから初めてやってみては思ったんですけど、難しいなと思いました。非常に。うん。だ難しいけども、でもやりがいもあるんですよ。結局そのお客さんの成長がもう間近で見れて、めっちゃ楽しい部分もあるんですよね。それ以上に。だからまあ、コンサルって難しいなっていう。 オチ難しいっていうオチなんですけどうーんだや,やっぱその津波が来る前に津波がないところに引っ越すとか地震大国日本じゃないところに引っ越すとかなんかその前段階でやった方がいいんじゃないかなと思いますねだから僕はまあそのコンサルでこういろいろな人と対応してそういうふうな経験を積んでちょまあ1年もう,もうちょっと2年か で、今度新規で募集することがあるとするならば、もうフィルタリングもかけるし、まあより一層ですよね。フリーコンテンツをもう磨きをかけて、吉谷武将をもう浸透させて、まあこういうキャラクターを浸透させた上で、えー、なんだ、やっていくっていう感じですかね。うん。はい、ちょっとすいません。ここは質問の、なんだ、回答にはなってないかもしれないですけど、 対処方法を探すより、なんだろうな、対処方法は、怒ってしまった後の対処じゃなくて、怒る前に対処するしか方法はないかなっていう、一つ。うん、だって、なんだろうな、連絡が来なくなってしまった場合なんかは、もうだって嫌なわけじゃない。連絡向こうが取りたくないわけじゃないですか。だから、こっちから連絡するのは良くないですよね。だって向こう連絡取りたくないわけじゃないですか。そっとしといてほしいわけですよね。 それで大丈夫ですか大丈夫ですかってうざいですよね。<laughs> 例えば、もう別れてるのに、ね、別れてるのに、俺、お前のこと好きやねん。お前の警察ストーカーですよね。<laughs> なんでこう、まあ連絡来なくなった場合は、まあ仕方ないなってことですよね。うん。で、その連絡が取れれば関係性が悪くなったら。関係性が悪くなったら終わりにすればいいんじゃねえかなっていう。もう別れようかみたいな。<laughs> もう別れようかって言えるかどうかじゃないですか。もう終わりにしますっていう。 このままやってもお互いに多分ダメだと思うんでっていう。だそれは腹割って話せばいいと思うんですよね。この前その強く言ったのは、まあ、なんでかっていうと、こういうところで強く言ったんですよ。で、私の言葉足らずで、まあ、何かのでなったら申し訳ないと。ただし、言った理由はこうだよと。で、それで分かり合えないんだったらしょうがなくないですか 別にその人をなんか落としめるためにね、叱ってるわけじゃないわけじゃないですか。で、それでなんでその怒ったのか、その理由は何だったのか、そこが改善できないとうまくいかないよっていうことを伝えた上で、で、それで腹割って話して、それでも通じないんだったら、その後きつないですか。うん、それだったらもう、じゃあ、じゃあそれ分かってくれないんだったら、お互いに多分時間きついと思うんで、終わりにしましょうかでいいんじゃないですかね。うん。 な感じですかね、うん、はいということでいただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。